はい、どうも、白駒先生です。今日はですね、一部上場企業の母さんの社長がですね、社員に対してですね、ぶち殺すぞとかですね、電車に飛び込めといったですね、罵詈雑言のことですね、言っているということが分かったんですね。はい。で、しかもですね、なんとですね、この音声がですね、今ですね、ネットで公開されているということなんですね。はい。今回の動画はですね、それの詳細プラス、そしてですね、今後ですね、この母さんに起きる影響とは一体何なのか、そして何だったらですね、この社長は刑事事件でですね、普通に裁かれる可能性があるのではないか、この辺に関してですね、僕なりにですね、いろいろと話の方法をしていきたいと思います。はい。まずですね、この、東証一部上場企業カーサというのがですね、一体どんなところか、この辺ちょっと記事を見ながらいろいろね、それも踏まえて解説をしていきますね。はい。東証一部上場企業カーサの宮地誠吾社長が、社員たちにお前ぶち殺すぞ、電車に飛び込まんかい、などの罵倒を繰り返していたことが、週刊文春の取材で分かったということですね。はい。で、これ何がすごいかって、複数の音声データをね、文春さんが入手したということなんですね。はい。ここがすごいですよね。はい。音声があったらもう逃げれませんからね。うん。で、ちなみにですね、この宮地誠吾さんって、まあ、48歳の方ですね、外見としてはですね、なんていうのかな、こう、シュッとしたおじさんっていう感じですね、なんか、うん、お金を持ってそうな、ね、顔もね、普通にかっこいい感じのですね、シュッとした感じのおじさんですね、はい、もうほんと痩せ型っていうんですかね、はい。だから、普通に考えたらこの方がですね、ね、電車に飛び込まんかいとかね、言ってる姿っていうのはあんまり想像できませんね、うん。ただ、そう考えると逆に怖いって感じもしますよね、はい。こんな痩せ型のですよ、うん、痩せ型のですね、こういうね、シュッとした感じの人がそういう感じでですね、ね、罵詈雑言言うって考えるとギャップがあってね、余計怖いっていうのがちょっとあるのかもしれません。はい。でですね、この音声データに関してですね、はい。音声データによれば2018年9月4日に役員に対してこのように発言していると。お前、預貯金いくらあるんや、全部出さんかい、それともなんか、俺、一回俺がくれてやった金、ポケット入ったらもうお前のもんか、俺が食わしとるん違うんか、なら解散かいとか言ってるみたいですね。うん。俺が食わしとるん違うんかっていうね、これね、社長が言うってすごいですよね、この一言をね。一回俺がくれてやった感じだから、お前もう一回戻せって言ってるわけですからね。うん。社長が言うことかっていうね。うん。はい。同年9月5日には地方の、支店長に対して、おいコラ、お前ぶち殺すぞコラと罵倒した後、顧客管理いけんのか、口も聞けんのかコラ、それこそ、集金しかできんへんてか、この野郎、だから待ち金崩れ言われるんやろうが、ポンコツがそもそもアポなんか取れんのかいと発言したということですね。うん。まあ、だから言ってみたら日常化していたということがわかりますね。こうなってくるとね。はい。普段からあったと。はい。で、さらにですね、今回のですね、この音声データ流出にね、流出したことに関してはですね、この A さんというですね、方がいらっしゃるんですけど、この方のね、動きによってね、いろんなものが動き出したんですね。はい。ここ読んでいきましょう。さらに、熾烈な罵声を浴びせられたのは、今年6月末まで同社の営業部門のトップとして取締役を務めていた50代の A 氏だと。ね、宮地社長が社員に暴言を吐くのは日常茶飯事でしたと語る A 氏は、今年6月22日に退職届を提出したということですね。はい。で、この A 氏がですね、その文春さんに全てを語って音声を提出したんですよね。ちなみに文春さんの記事はですね、この A さんの首から下の写真ですか、まあ、顔はさすがにね、出てませんけど、首から下の写真も出てますね。うん。まあ、だからこういったですね、取締役からですね、そういった発言が出るってことは、まあ、いかにですね、我慢がね、本当にね、効かないくらいにですね、とんでもなく罵詈雑言毎日言われてたのかってことがわかりますよね。うん。だって一部上場企業の取締役って言ったらですね、まあなかなかの地位で、なかなかの高級取りですからね。はい。にもかかわらず、そこを辞めたくなるくらいって考えると、まあねって話ですよね。うん。はい。退社したいと申してたところ、社長に辞めるなら金で解決するしかないやろ、3000万やと言われ、私が保有する7000万円分の株も置いていくという話になった。弁護士に相談するため、その後のやり取りを録音することにしましたということですね。はい。ここでやっとですね、この録音の話がね、出てくるわけですよね。はい。で、それによっていろんなことが動き出したと。はい。6月29日、社長室で、宮地氏と面談した、A 氏が、弁護士に相談をしてどう対応するかというのを考えたいと告げると、宮地氏が、居直っとろが、と怒鳴った。直後、A 氏は、どこかだよ、と宮地氏の元へ駆け寄り、胸ぐらを掴んだため、宮地氏は激高、4時間以上にわたる A 氏を罵倒し続けた。音声データの中には宮地氏の次のような言葉が入っていたということですね。うん。だからこの A さんも相当カチンと来たんでしょうね。はい。そしたらそれにね、反応して、この宮地氏がですね、いつもの罵詈雑言、罵倒を始めたということですね。はい。これすごいですよ、なかなか。言ってみますね。お前みたいなクソは地獄に落としたる、死ぬまで償えボケ。来いよ、腕っぷし俺、自信あるから、来い来い。
俺もやからはやからで何人もと付き合ってるからっていうね。このやからはやからで何人もと付き合ってるからってなんか怖いですよね。なんか裏の人間、ヤクザとか反社とか繋がってんのかとかそういった怖さがありますもんね。はい。ドス抜いた役員もおったけど、俺を刺そうとはせんかったわ。やっちまったのとかね。はい。すごい話ですね、本当に。サラリーマン金太郎みたいな世界になってますね。はい。サラリーマンは金を、ペットか、これ、ベッドですね、これかける。ね、ベッドできんのじゃ、孤食やから、とかね。俺は頭おかしいんだよ。だから危ねえんだよ。耐えれんかったら電車に飛び込め。死ぬほど苦しめ。お前は奈落の底に突き落として、お前の家族も突き落として、とね。あ、家族のことまでついに言い出したっていうね。うん。まあ、なかなかですよ。はい。で、結局ですね、この A さんはですね、翌日の6月30日に、A 氏は、自己都合退職の形で会社を去った。しかし、宮地氏は10月初旬、暴行罪で被害届を提出したと。うん。あ、だから、宮地氏側がこの胸ぐらを掴まれたことに関して、被害届を暴行罪出したってことですね。はい。で、A 氏は新宿署で事情聴取を受け、10月30日に書類送検された。現在は起訴となるか、検察の判断を待っているということですね。うん。だから、A 氏自体もですね、この暴行罪で被害届を出されたと。うん。だからこそですね、この A 氏も今回文春さんに全てをぶちまけるってね、ことになったのかもしれませんね。はい。で、ちなみにですね、宮地氏をですね、文春さんが直撃したんですけども、A さんに対してパワハラをされていましたかというと、多分そういうことはないと思いますよと言ってですね、さらに質問をするも、お話しすることはないですね、申し訳ないですけれどと電話が切れたということでですね。うん。はい。で、ちなみになんですけども、このね、カーサー宛にですね、質問書を送るとですね、執行役員や監査役、課長ら5人が取材に対応したらしいんですけども、宮地氏が A 氏に一連の発言をしたことは事実と認めた上で、我々はコンプライアンス上問題がないと思っていますと、執行役員が回答したということですね。はい。コンプライアンス上問題ないってことないでしょうって話ですけどね。はい。っていうのがですね、以上の流れになっていますと。うん。じゃあですね、今後一体どんなことが起きるのかって話なんですけどね、僕はですね、今後カーサのですね、評価がですね、激下がりして、なんだったらですね、この社長自体はですね、訴えられる可能性が相当高いんじゃないかというふうにね、刑事事件に発展するんじゃないかと僕は思っています。はい。では何かっていうと、A さんがですね、かなりですね、これね、頭に来てることがよくわかりますよね。うん。まあ実際問題 A さんはですね、暴行罪でしたっけ？はい。でですね、書類送検もされちゃったわけですよ。ね。わけですから、うん。まあだからですね、A さんからすると相当ね、頭に来てると思うんですよね。はい。そっちがそう来るんだったらもう分かったよ。こっちもやってやるよと。まあそういった態度なんじゃないかと。だからこそ文春さんにですね、この話を持ち込んだんじゃないかと思うんですね。はい。文春さんも味方について、この音声も出ちゃってるわけですよ。はい。で、実際問題、この音声を聞いてですね、この宮地社長のね、味方につこうって思う人なんて僕はまあなかなかいないと思うんですよね。うん。まあこれから先ですね、この母さんに実際入ろうっていうですね、新入社員もね、来年以降一気に少なくなるでしょうし、はい。母さんと仕事をしたいっていうですね、企業すら少なくなると思います。はい。下手したらその、感謝とね、仕事をしていたら、自分たちの企業も悪いイメージがつくんじゃないか、みたいなね。そういった流れにすらなるんじゃないかって思うんですよね。はい。それくらいですね、やはりこの音声データのね、パワーがすごすぎるんですよ。はい。やはりこれ文面じゃなくて音声で言ってるとね、まあすごいんですよね、やっぱり。うん。で、さらに言うとですね、このね、殺してやる的なこと言ってるじゃないですか。ね、列車に飛び込めとかね、家族もろともとかね、まあそういう感じのこと言ってますよね。うん。死ぬまで償えとかね、地獄に落としたるとかね。これって普通にですよ。普通に脅迫とかに下手したら当たる可能性がありますよね。はい。で、A さんもですね、僕思うんですけど、これから先ですね、刑事告訴するんじゃないかなと思うんですよ。刑事告訴。うん。ね。まあ実際問題、向こう発信でですね、暴行罪で一回訴えられてるわけですから、そのやり返しじゃないですけどもね。うん。まあ実際問題、文春さんにですね、こういった音声データをですね、提出して、実際これがですね、文春で記事になってるわけですから、ここまでやっといてですよ。その刑事告訴だったりとか、弁護士使わないっていう、それはさすがにないと思うんですよね。はい。ってなってくると、まあ今後ですね、A 氏はですね、このね、宮地社長ですか、社長さん相手にですね、そういった告訴、まあ刑事事件の方まで発展させて、そこでですね、争っていくっていう姿勢をね、構えるんじゃないかなって僕は思います。はい。で、実際こういうのって、証拠の有無がすごい大事になってきますよね。言った言わない問題が一番大変じゃないですか、世の中ね。うん。でもこういう風に明確に音声データが残っちゃってわけですから、っていう風に考えると、この宮地さんの方がですね、かなりですね、分は悪いんじゃないかなって思いますね。うん。はい。まあ実際問題、今これですね、どんどん拡散されていってるんで、その宮地社長自体がですね、前科がつくかもしれないし、会社にもですね、大きなね、今回汚名がね、ついてしまったわけですから、まあ今後どうなっていくかってことですね、ちょっと注目していきたいと思います。はい。まあ何にせよですね、この社長側がですね、A さんに早く謝って、ね、示談に持っていくとかですね、まあとにかくそういったね、ことに入るんじゃないかなって僕は思いますね。うん。そうしないとですね、まあどう考えたってこれから先右肩下がりでとんでもないことになっていくことは、まあ目に見えてますからね。はい。あとですね、
ちょっと言っておきたいのが、このですね、役員とかのですね、言葉がね、そう、社長を守る発言だったのがまたちょっと怖いですね。はい。まあだからこの人たちももしかしたら普段の社長の罵詈雑言によって支配されていて怖くて何も言い出せなくて、言うことを聞くしかないという状況がですね、状態化していたから、こういうことを言っているっていう可能性はまあ大いに高いんじゃないかなと僕は思いました。はい。というわけでですね、今日はこの辺でおります。この辺ですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録ですね。あとコメントあったらぜひお願いします。どうもありがとうございました。